こんばんは。皆さんこんばんはです。見て18期の何服、ちゃんと今日レッスンに着ていったの。意識高いでしょ。そう、裏はなんか名前書いてる。そう、めっちゃ今日半袖で寒かった。はい、ということでね、今日は1周年でした。ありがとう、1周年、おめでとうありがとう、1周年早いってことで、このアーモンドキャラメル食べたいと思います。1周年ありがとう。お披露目から1周年が経ちました。皆さん早すぎる。どうでしたか皆さん、1周年、1周経ちましたけど、皆さんはどんな1年でしたか。私たち18期がお披露目されてね、本当に という間でした。かすみちゃんに出会えたって。また逆もしかりですよ。私も皆さんに出会えたから。今日は今日はファンミーティングだったんですけど、なんかいろいろしました。あっという間だった。それも本当に、本当に楽しい時間ってさ、あっという間ですから。どんなことしたか、最初に言い訳メイビーを踊って、その後は18期のなんだっけ、あ、そう、写真を振り返ろうってやつで、メンバーのホルダーにあるをみんなで出して、私はね、あれですよ、めっちゃ思い出大事にするタイプなので、写真いっぱい提出しました。そしたらなんかめっちゃ採用されてた。びっくり。まだまだ出てない写真いっぱいありますよ。そしてなんかクイズ、メンバークイズして、それがなんか全然みんな当たってなくて、本当に私のこと好きと思いながらやってました。私のこと本当に好きってぐらい、みんなもう3問目とかで本当に1人しか残ってなくて、そう、
クイズ正解者4人しかいなかったの。本当だよ、間違えちゃダメでしょ本当にもどんなクイズ？うーん、この中で8人の中で一番早食いなのは誰でしょう？誰だと思いますか？誰だと思いますか？そう、私そうでしょ？え？え、待って、本当だ。写真撮った人が、方がいる。え、申し訳ないんですけど、私足でしたよね。ごめんなさい、本当に。そう、この4人の中に、私推しの方、私が勝手に解釈してるだけかもしれないんですけど、私推しでよかったんですかね。あの時言ってしまって、いや他の子も推してるんだけどみたいになったら本当にごめんなさい。本当にごめんなさい。推し違い、本当に本当に本当にそんなことない？本当に大丈夫？ね、気まずいやつ、いや別にあなたのとこだけじゃないですみたいな。あ、かすみよし、よかったよかった。いや別にかすみんだけじゃなくて他のとこも行ってますよみたいなとこだったらちょっと気まずかった、ごめんなさい。本当にそれだけはごめんなさい。それが確認したかった。それが今日一番ファンミーティングでドキドキして後悔してました。じゃあポテト食べます。ね、そうで、早食いなのは誰でしょうとか、あとはなんかコンビニでずっと迷ってるのは誰でしょうとか、でした。うん、夜に食べるマックポテト美味しいよねって。美味しい、幸せ。とかやって、え？やば。とかやって、そう、唯一のこと一番好きなのは誰でしょうとかね。早食いメンバー当たってにやけた。早食いです。そう、なんでだろうね。確かにかすみしかチェックしてないから8人クイズ当てられない。確かにね、確かにそうだったのかも。そうだったのかもしれません。で、そのクイズが終わった方と、そう、正解者と写真を撮りました。で、その後は私がもうずっとやりたかったし、ファンの方にもやってほしいって言って、そうそうそう言って言われた写真撮影をしました。
クイズはイメージのミスリードがあって難しい。確かにね、確かにおしゃれ番長ぐらいね。意外とね、いや本当に結構マジで当たってなくて焦った。この時点ですでに楽しそう。ほんとねえ、飛行機雲って選択は、え、そう、私ポップフェスの時、18期の初めてのフェスの時に体調壊して出れなくて、ねえ18期飛行機雲てか飛行機雲やったんですね、そのセットリストで。でずっとそれがずっとやりたい曲で、なんだよ、心残りだったから、そうポップフェスの、飛行機雲を BGM にしてしました。そうそう、でそう撮影タイム楽しかった。みんなもしここでねファンミーティングに行った方いましたら、ぜひ今作でポストしてください。神イベハッシュタグ今すぐハッシュタグ神イベでポストしてください。見ます、全部さっきも見てました、保存しました。レンズカスミの写真撮れなかった、ごめんね、もう行けてなかったかも。ねハッシュタグ神イベはトイトハッシュタグなのかわかんない。ぜひハッシュタグ載せてください。一緒に見ちゃった、まーちゃん撮影した動画一緒に見て、ほんとよかった。キャスミンの動画も撮れて最高。あ、見たよ、さっき見ました、写真流れてきて保存した、よかった。なんかそういうのでね、少しでもこうみんなとね、まあ、来てない方もなんか楽しめれるようになっててたらいいな。ね、私の写真あげてくれた方いましたね。ね、探してね。いっぱいいらしてね。ね、18になってくれてありがとうって。逆にさ、応援してくれてありがとう、本当に。なんか、もちろん、今日初めて磨いてドキドキした、初めてなんですか。そう、なんかなんだっけ、そのもちろんね、本当に皆さんに会えて本当に良かったなって思うし、なんか人生の本当に財産になったな、なる一年だなって思ったし、なんか普通の女の子だったら経験できないようなことがたくさんあって、本当に幸せな一年で、あっという間だったし、もちろんそんな楽しいことだけじゃ ないけど、でも本当に楽しいこともいっぱいあって、それをみんなと共有できたのが本当に幸せです。なのでみんなともうこれから2年目入りますけど、頑張って
いろんな時間を共有できたらいいなって思います。急に真面目な話しちゃった。そう、でも本当にそうです。本当もう嬉しいよ、もうマジでみんなに出会えて本当にずっとよろしくね。本当にん？タワー？え？タワー？誰ですか？ゆうたさん、あと1周年おめでとう！タワーありがとう！なんかお城タワーだ。かっこいい。ありがとうございます。じゃあポテトあげる。泣かないでね。そう、あとはその撮影タイムの後に、てかさ懐かしすぎるポポフェスとか、てか本当にもちろんみんなに出会えたことも本当に幸せなんですけど、やっぱり58期で8人で迎えられたってことが本当に良かったなって思います。なんか多分17期さんとか19期ちゃん見てても思うけど、多分この8人だからうまくやっていけてると思うし、私がこのなんか17期さんとか19期ちゃんに入ったら浮いてたなって思うし、この8人だからよかったなって本当に思う。うん、もちろん仲いいだけじゃないですけど、もちろんね喧嘩したりとかまあ言い合ったりとか普通にありますけど、でもそれでも結局さずっと一緒にいるしさ、別にあれじゃん、人間ですから嫌だなって思うこともあると思うんですけど、でも結局8人でいるのね、ずっと。だからそういうところだよね、もうずっと8人でいたいです。みんな大好き。みんな愛してるよ。はい、なんか喉乾いた。水取ってきます。え、もう私のお茶がない。早くありました。そう、撮影タイム、確かに最後ね集まろうってなりました。みんな撮ってねって。でその撮影タイムが終わった後は星が消えないうちと、うちにと
あとあ、そう、星が消えないうちにを披露した後に、あの唯一の企画で、あの何でしたっけ、あれあれ何でしたっけ、あ、唯一の企画でサインボールを、そう、投げたの。そう、サインボールの投げました。そう、投げまして、そう、400個ぐらい、もう会場の人が全員もらえるぐらいボールにサインをかけまして、すごい投げました。で、私はゆいの付き添いみたいな感じで行ったんですけど、客席までお邪魔させていただいて、みんな本気で投げるから当たると痛い。ね、そんな本気で投げたの？ね、ゆいちおじさんにボール、そう、めっちゃ取られてました。ちょうだいちょうだい、ゆいちコールが、あの、あってました。ゆいちゆいちって、ボールもらえなかった？朝のラケット、もう少しと、まあね、いろいろあると思いますけど、もらえなかった方とか特に結構あのあれと思うんですけど、ね、もっとこうした方がいいんじゃないかとかはあると思うんですけども、それも込みでの、まあ、イベントというかあれなので、ご了承ください。ご了承くださいね。一人でも、もうちょっと、なんだろう、一人が何個も持ってて出てあれしたんですけど、それはまあこちら側の責任でもありまして、申し訳ない。ぜひあの有り余ってる方は推しメンとかに渡していただけたら嬉しいです。ごめんなさい、多分ね、奥の方の方とか全然行けなくて、だから写真撮影もそうなんですけど、奥の方とか全然行けなくて、もっと配慮できたらよかったなとも思うんですけど、すいません。あと真ん中の方とかね、は？全然来んやんって、多分私も逆の立場だったら思ってたし、写真撮りづらーともね、結構席の間隔が狭かったと思うのであれなんですけど、ではまたこういうイベントしたいですし、ね、最後袋ごと投げてましたね。ちょっと時間なくてね。で、その後はあの何でしたっけ、待ち人を披露さ、あ、その時のさ、曲が快速と動体視力で、あのすごい好きな曲だったので嬉しかったです。で、何でしたっけ、動体視力、本当にみんな歌えてなかったよね。で、その後は待ち人をフルで披露して、私たちの18期の曲をフルで披露しました。そんな感じです。かすみがリクエストした曲、飛行機雲です。写真撮影のその時の飛行機雲をリクエストします。あとはあれ、君と二度太陽ともリクエストしたけどダメでした。ダメでした。
ダメでした。衣装はハルコンの時に、あ、さっき3月にあったハルコンの時に作っていただいた衣装。パン？すごい。何これ。ありがとうございます。あ、でそのハルコンの時の衣装を作っていただいた衣装なんですけど、その写真がハルコンでも全然撮れてなくて、写真撮影タイムなくて、でな。これめっちゃ可愛いのにもったいないと思ってそれにしましたね。なんかそのおしゃれ作っていただいたおしゃれカンパニーの方も、もったいないねっていう話をしてたみたいでそれにしました。ね、可愛いよね。そう、みんななんかすごいこの名前とかも今回のファンミーティングの名前とか、自分あの曲とか構成っていうんですかとかも、企画とかも全て私たちがやりたいものをさせていただいて、本当に何だろう、もちろんその改善するところとかみんながこう楽しめたかって言われたらそうじゃないかもしれないんですけど、でも、まあ、自分たちがやりたいことできたので良いファンミーティングになったんじゃないかなって思います。イエーイ。2周年あるかな。ありますかね、2周年。みんながずっと応援してくれないとないかも。言うことなしの髪よかったね。2周年こそはぜひ、今回外れてしまった方来てください。来てね。また2周年の時に8人でできたらいいですね。みんな当たればいいけどさって書いてね。私はね、みんなに当たってほしかったんだよ、本当に。コンピューターに言ってくださいね、私悪くないですから。コンピューターに言ってください。私は何もしてないですよ。誰もかすみ責めてない、ごめんなさい。はい、でもね、ファンミーティングが終わっても明後日あのパナレンある。パナレン楽しみ。終わってもまだまだツアーとかあるし、まだ楽しいこといっぱいある。どうしよう。楽しいこといっぱいですよ、ファンミーティングだけじゃないですかね。これからもいっぱい思い出作ろうね。絶対さ、暑いよね今年、激熱ですよ。ツアーは二次募集あるのでしょうか。ないんじゃないの。わかんない、何も聞いてないです、ごめんなさい。わないです。意外とでも落ちたこと本当に多くてびっくりした。
でも楽しかった。今日も楽しかったし、てかさ、もっと今日さっき LINE グループ LINE で話してたんですけど、18期のディズニーね、まだ行けてないんですよ18期8人で行こうっていう思いが強すぎて、みんなの予定を合わせるためまだ行けてないっていうね。ドボンの景品のいつ行くんですかね。行きたいですね。ちなみに3曲リクエストできたんですけど、1曲は君虹で、2曲目は愛の存在っていう歌、分かる方いるかな、がを選んで、半袖だよ、18期だから今日これをみんな絶対着てくるだろうと思ってこれにしたんですよ。何も言わずに会ったらめっちゃ可愛いなって思ってこれにしたら、なんとみんな着てきてなかった。みんな愛足りない。寒いしね。そう、雨でめっちゃ寒くてさ、半袖ジャンバー上着一枚でさ頑張ったのにさ、はい、そんなことはどうでもいいですそう、そんな感じです。今日の一日でした。私思い出とかさ、そういうの大事にするタイプやから、めっちゃ愛深いよ、うち。めっちゃ愛深いから。結構束縛激しいタイプなんで。自分で言うんだって。はい。そんな感じです。なんかあります？皆さん聞きたいこと怖い？怖くないよ、怖くない。2年目は何かやってみたいことある？2年目、なんだろう、でもいっぱいやりたいよ。みんなに会いたい、みんなにいっぱい会いたいです。みんなにいっぱい会いたい。あ、確かに生誕祭まだやってないんですよ私。生誕祭やりたい。やってください皆さん。ただれんは噛みてしもっておすすめはどちらですか。下手かな。どっち？下手です。下手に来てくだ。いやでも上手でもいいですよ。ただれんがいい？そこみらがいい？ただれんがいい。ただれんがいい。
ダレンがいいです。まあでも権限ないんで、私に権限ないんで、何でもいいですできたら何でも大丈夫、できれば何でも大丈夫です。皆さん目標とかありますか？全力反抗期？え、チーム制やったら K、 マジで絶対 K がいい。え、でも K っぽくない？マジで K っぽいよね。 A ではないのよ絶対に。しかも B でもないの。まあ、4かって言われたら、まあ、4かなって思うけど、でも絶対 K か4。でもうちは K がいい。ね、4もいいよね。多分 4A でないのよ。まあ、A もいけるけどB はいけない多分。B は無理です。マサイチーム K ですか？最初に見た感じが出来上がってるように見た。ダンスやってたんですか？やったことないです。だからさ、今日さお披露目の映像が流れたんですよ。なんかお披露目までのみたいな、めっちゃダサっで、ダサくてっていうかめっちゃ下手でびっくりしたし、オーディション映像とかも流れたんですよ今日。めっちゃ可愛くなくてびっくりした。もうマジで可愛くなすすぎてて、よくこれで受かったなって思ったもん。私でも本当成長したなって思います。マジで頑張ります。これから頑張ります。質問ください。あ、そう今日ケーキ食べました。夢見が買ってきてくれたやつ。かすみんの写真ホルダー勝利でした。よかった。みんな MC 喋るようになってた。なったね。みんなもともと結構喋ってましたよ。でも今マジで何言ってるか分かんないぐらい喋ってる。みんな毛布 AKB 入ってなかった。何してましたか？大学生、普通に大学行って普通にお仕事してました。全く今と違う。お見送りで話しかけてくれると思わなかった？話しかけるよそりゃ。どういうことよ。一番最初にルーマお披露目でやるって聞いた時、正直え、今日な、え、今何時？45？ どう思いましたか？
あの無理だと思いました絶対にできないと思いました。絶対できないと思ったし、だけど頑張りました。あんまりうまくなかったですけど、またやりたいです。8人で披露したい。かすみの3万枚の写真で18期は何万枚ぐらいある？どのぐらいあるんだろう、わからないぐらいある。1万枚ぐらい。1万枚ぐらいあります。ところでポテトありますか？あとちょっとあります。さえちゃんの三角の破片が欲しいです。ポストして。うん、いいですよ。いいのかな。わかんない、いいのかな。美味しかった。もうないですいろんな表情の写真載せる？いいよ全然。でも今日の写真はね、本当にファンミーティングでその披露し、何披露っていうか見せた写真は本当にあの見せたことないものばっかりで、あの見せられない写真ばっかりでした場面撮ったらいいことありますか？あります。もう場面でも自分の写真しか載せてない大体。ごめんなさい。あ、姫ってきてる。ぜひ。本当面白い？いっぱい送れるように頑張ります。ファンミーティング5回も泣いたの？泣かないで。泣かないでください。あ、お見送りラストで盛り上がられて楽しかったです。ありがとうございました。覚えてます。ごめんなさい。多分話してたの邪魔したかも。午前中からメール来るよね。そう、もうさ、遅れます。あの高校卒業したので。もばめめっちゃ結構見てる方多いですね。ありがとう。変なのしか送らない。ショートカットショートカットにしたい一回。
え、なんかウルフとかしたみたい。みんなに優しいですよ私。最初はね来てくれてたけど、どっか行っちゃった人とかもにも優しいですよ私。え、ショートカット似合うと思いませんか？それかウルフにしたい。あ、よしんもりあれでしょ、なんかさこうやってやるやつでしょ。でもあれもやりたい。ロングがいいですか？すいません。見たい。あとは普通になんかポニーテール、ポニーテールしたい。絶対ポニーテール似合いますよ。ねえ、巻きポニー絶対可愛いよね私。やりたい。ショートさ一回ぐらいやりたい本当に人生において。ってことであと10分らしいので先にこれ飲んでもいいですか。ランキング読みます。13位、炭酸さん、シュワシュワシュワありがとうございます。12位、ストンコさん、ありがとうございます。今日来てたね、ありがとう。11位サーさん、お、なんか桜に乗ってる。ありがとう。見え、めっちゃ見えた今日、ありがとう。10位クラユさん、お、ありがとうございます、嬉しい。1周年。9位カメさんさん、ありがとうございます。お、かすみメール見てます、ありがとう返信。8位ペンギンヒップさん、ありがとうございます。1周年、あ、12日待ってます。1周年ありがとう。7位タッピーさん、12日お待ちしてます。1周年ありがとう。6位荻原さん、ありがとうございます。ぜひ霞推しでいてください。ありがとう、大事にしてね。5位クレイさん、ありがとうございます。ぜひ2周年は来てください。待ってます。4位東京のスワンさん、ありがとうございます。また劇場公演来てね、ありがとう、ありがとうございます。そして3位こうちゃんさん、ありがとうございます。今日はね僕隊行ってたらしくて、2周年はぜひ来てください、お待ちしてます。はい、2位としちゃんさん、あのとしちゃんの1周年は来れなかったと思うんですけど、2周年は来てね、としちゃん待ってるよ。ありがとう。そして1位ゆうたさん、ありがとうございます。タワーもさいただいてありがとう。あれですよ、あの私がさばくんで安心してください。ありがとう。あと何分ぐらいだろう、5分ぐらいだと思うんですけど、みんなありますか、何か聞いておきたいこと。聞いておきたいことってないか。うん、楽しかったです。今日もこの1年も。エクバ、こういうの落とし穴、
あ、見えない、あんまり。あります、変なとこにあります。そう、とりあえず公演頑張ります。僕隊も出たいです。誰恋も出たいです。歯並びいいでしょう。キャッチフレーズ、私の名前はときでカスミンって言ってください。はい、あなたのハートパスミン、私の名前はカスミン、ありがとう。僕隊でやりたいユニット、ディフェンスやりたいです。なんかマサイさんに前、カスミンマジで僕隊似合うと思うよって言われました。なので一緒に出たいで、マサイさんと。アイドルとディフェンス、やりたい。それ8月の博多ライブもしか落ちたのかな。確かに落選した方もいましたよね。公演もファンも当たらないからちょっとくじけておりますね。なんかさ、すごいさ、当たらないかったりさ、会えない期間がさ長いとさ、めっちゃへこまない？わかるよその気持ち。わかんないかもしんないけど、でもみんながさ感じてることは以上にこうなんかあれかもしれないんですけど、でも全然何も変わらないし、たとえ落ちたとしても私はみんなのこと好きなので忘れたりしないし、すごいみんな会いたい気持ちもわかるんですけど、でも私の愛は変わらないですよ。なので安心してください。で、前に来て会いたいよね、いっぱいね。せっかく劇場あるしね。でもくじけずに会いに来てください。ねえ、当たらない時期あるよね。当たらないってことは当たる時期もありますのでね。曇りの次は晴れですから。はい、何分だろう、もうすぐですよね。あの、みんなのこと大好きです、ありがとう。一周年お祝いしてくれて愛してます。唐突に。私さ、本当にそういうの恥ずかしがり屋だから言えない、いつも。でも好きだよ、愛してるよ、これからもずっと一緒にいようね。はい、ということで今日は12時までやっちゃった、ごめんなさい。あの、みんな明日も早いと思うんですけど、頑張ろうね。明日も普通の平日だし、一緒に頑張ろう。じゃあ公演頑張ります、楽しみです。これからもずっと応援してください。あと、あの、はい、これからもいっぱい思い出作ろう。バイバイ。バイバイ。
おやすみ。いい夢見てください。